月行く掃除機行くチャンネルです。はい、ということで今回はスニーカーがたくさんある事務所での動画となります。ご報告とかあと進捗とか、まあ、いろいろいつもとは違うテイストで喋っていきたいなと思って動画を撮っております。最後までご視聴ください。一つ目のご報告でございます。八王子で展開している僕のスクールなんですけど、火曜日水曜日木曜日と展開してて、あと日曜日も夕方やってるんですけど、まあ、日曜日は不定期なんですけどね、各曜日が本当に満員近くなってきました。いろいろ口コミだとか DM インスタとか Twitter とかの DM いただいたり、あとは公式 LINE での問い合わせをいただいたり、動画見てますなんて言って、連絡をくれたりっていう方々が少しずつ増えてきました。まだチャンネル登録者はこの動画出る頃には750人ぐらいかなっていうところだと思うんですけど、1000人まだ行ってないし収益化も全然できてないですけど、見ていただいている方々が少しずつ増えてきたっていうのも嬉しいなっていう感じで、1000人とか目標にしてなかったんですけど、2023年中には1000人行きたいなって思って、今スクールで動画を作ったり、まあ、会社で動画を作ったり、あと編集もね、頑張っている感じです。なので何曜日かな、あと火曜日とか木曜日がちらほらとまだちょっと空きがある状態ですので、もしご興味がある方は問い合わせをください。よろしくお願いします。報告にこれ報告ではないんですけど、こちら千田の使用レビューというか撮ろうと思ったんですけど、マジでホーダに買いに行ったんですけど、そこで、スタッフの方々と動画を撮らせてもらったんですけど、なんと音声が入ってねえっていうことで急いで履いて、もう履いたんですけど、もう履いてその動画を編集するっていう作業に、ちょっと今映ってます。本当は、これ僕が履く履かないじゃなくて、そのスタッフの方々が細かく話してくれてるっていう、そういうなんかお買い物 Vlog みたいな感じでまとめようとしたんですけど、マジで入ってなかった音声がっていうことになりまして、慌てて僕が語るように、動画を作ろうと思って今やってます。 DM ね、これシューズはね DM めちゃめちゃもらうんですよ。僕スニーカー好きなので、ただスニーカーはもうほとんどナイキなんですけど、フットサルシューズは今デスポルチさんを履かせていただいてまして、で長年ヒュンメルだったり水野モレリアだったりで足なじみがいいシューズばっかり履いてきたので、こういうクッション性の高いセンダっていうねメーカーのシューズも履いてみたいと思って、購入しました。このレビューはもうちょっとお待ちください。はい、続いて3つ目、まあ、これがほとんどメインになってくるんですけど、今僕のスクールは、僕と、山コーチとユッティコーチと、あとはマネージャーで撮影と編集を一緒に手伝ってくれるかなちゃんがいるんですけど、そのかなちゃんがですね8月9月ぐらいで一旦ちょっとこのオーズキックスクルーをですね、お休みすることになりました。まあいろいろ事情はあるんですけど、一旦お休みで必ず戻ってくるんですけど、だから撮影とかね、今までカメラマンとしてカメラ持ってもらったりそのまま編集してもらったりっていう風にしてくれてたんで、今上がってる動画はショートがほとんど僕作って、長尺も作りますけど、長い動画はほとんどかなちゃんが作ってくれてて、ゆっくりでいいよって言って僕はショートでつなぐからって言って作っているんですけど、その更新頻度が絶対的に遅くなるなっていう感じで、います。だからまあ僕も一人でここでちょっと一回頑張ってみようかなと思って、心をメンタルを新たにして、取り組む次第でございます。なのでまだまだ登録者数すごい少ないですけど、楽しみにしていただいている方々もいるので、ちょっと更新頻度ね、低くなってしまうんですけど、もし上がった時にはまた見てもらえるようにと思って、おりますので、待っていただければなと思います。ということでですね、いろんな事情があるんですけど、一旦お休みでお疲れ様ということで、その前にですねある方から贈り物が届いたので、それを紹介します。え、何？ほら、いきます。ということで、はい、こちらですね、ある方からですね贈り物が届きまして、これもぜひ動画にしていいですよって言われたので、動画にしてみようかなと思って今撮ってます。はい、かなちゃんはちょっといつも裏方で、この事務所で僕が撮影してる時もすげえ隅っこにいるんで、今日も多分出たがらないんで、手だけでここにちょっと出る感じで、ちょ開封動画をしてみたいなと思います。じゃあ今開けていただきますんで、ハサミということで誰、僕もですねまだ中見てないんですよ。はい、
はい、今ね、開けてる最中です。はい、あ、ハサミ、はい、いや、これ意外というか、誰かですかね知ってるんだよね、でも。いや、俺は知ってるよ俺は知ってるよ。お、待って、誰、そもそも待って、これさ、どっから、これ女性の方でしょ、これ誰から、違う、そもそもさ、何から、ジェラートピケ、女性から、女性から、いい、いい読みだね、女性からっていう、いい、いい読みっすね。お、え、何それ、わかんない、いや、ちょっと、はい、やばー、ちょっと、あの、待って、これちょっと、まあ、それ読むのあれだから、え、誰から来たのかちょっと言ってみてください。誰から来たんですか、誰から来ました、ペスカドーラ町田ひねのや、あー、ケンくん、ありがとうございます、ケンくんありがとうございます、ケンくん、ありがとう。うちの会社がお金ないって言ったらちょっといつもお世話になってるんで、僕からもちょっとお疲れ様の贈り物をさせてくださいということで、本当に、いや、僕の何もしてないけど、ケン君ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということで、あの、いや、実は僕のスクールとペスカドラ町田の小学生のそのスクールさんで試合をしようということで、あの、ちょっとつい先日練習試合させてもらったんですね。まあ、その動画はちょっといろいろあってあげれないんですけど、その時にちょっとマネージャー離れるんですよって言って、あの、まあ、1年ぐらいかな、多分わかんないけど、そのぐらい離れるんですって言って、お疲れ様会しなきゃいけないんですよみたいな風に言ったら、まあ、ケン君も、あの、いつも撮影とかね、あの、お世話になってますからとかっていうね感じで、皆さん知ってますか、ひねのやけんね、ひねのやけん2023-2024 シーズン、今シーズンで引退のペスカドラ町田2番のひねのやけん選手ですね。はい、そのひねのやくんが送らせてくださいっていうことで贈り物をっていうことですこれいや、何すごいね、あーあーかもしれない、深い、まあまあ、でもそれはもう余裕で1年間使えるもんね、使える。何ですか、それは何もらったの、何だろう、何て言うの、こういうの、こういうの何て言うの、すごい、これ、お、すごいな、すごい、かもしれない、ありがとうございます、すごいね、見せて、これ、うんうん、パジャマ、マタニティパジャマ、パジャマ、シャツ、ワンピースです。ですって、俺がこのなんか商品レビューするんですそう、まあ、ということでですね、今マタニティと、あの、単語出たんですけど、あの、うちのマネージャーさん、そうなんです、この11月ぐらいにですね、あの、出産を控えているので、ちょっと産休に入るよっていうことで、今回の動画でした。はい、なので、ちょっと本当に俺一人になるんですけどね、この1年2年ぐらいね、本当に撮影とか、あ、2年じゃないか、1年半とかか、撮影してね、うん、ちゃんと始めて1年なんですけどね、こう結婚して出産もっていうことなんで、まあ、ちょっとこの事務所からも会社からもちょっと一回離れるんですけど、しょうがないな、これはな、しょうがないっすねこれまたね、編集とかさせたりとかすると、あの、スクールの保護者の方々からね、むちゃくちゃ非難食らうから、ここは休んでもらおうと。はい、うちのスクール保護者さんと僕とすごく距離が近く、関係性もね、よく保たせていただいてるんですけれども、すごく距離がね、いい意味で、近いので、いろいろね、かなちゃんも僕もいろんな保護者の方々に面倒を見てもらってるんですよ、いつもね。ただ僕はね、こうなるとね、僕めちゃめちゃ立場弱くなるので、はい、まさかの峰野健さんからのプレゼントでした。出演はしないですけど、ちょっと一言皆さんと健くんに、いや、本当ありがとうございます僕はね、撮影のクルーでね、いつも、まあまあ、僕一人で行くこともありますけど、僕一人でカメラ撮って自分で編集してっていうことも、それはもちろんありますけど、まあ、編集撮影がね、大体土日なので、あの、日曜日の、あの、撮影とかには結構、あの、同伴してくれてたんで、それがね、ほんといよいよ多分なくなっちゃうっていうかね、ちょっとまたカメラ持ってとかっていう風にね、言うとね、あの、いろんな方々からお叱り受けるんで、お叱り受けるというか、確かにそうだなって、もう結構これもこれちょっと僕もやばいなと思ってるんで、一人で頑張りますわ、そしたら。はい、
はい、ということでですね、ちょっと乱雑にこの置かれてるこの、ごめんね、ケン君、こんな感じでごめんなさい、ちょっと、はい、は、こんな感じで、今回の おしゃべり動画は以上となります。スクールのこととシューズのことと大津キックスクールがちょっと一人になってしまうよっていうことでね、まあカメラマンはユッティとかにやってもらえばいいかなって僕はちょっと軽く思ってるんで、はい、またそのうちね、コラボとか撮れたらなと。スキル動画撮んのやべえなって今ちょっと不安ですけど、まあなんとか工夫します、そしたら。はい、ということで、今回の動画がいいと思っても悪いと思ってもグッドボタンと各種 SNS のフォロー、そして、もちろんチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。